寒い。海旅の純也とスーザンです。今日は朝早起きしてスナッパーロックスにやってきました。もう今朝の5時半から6時の間ぐらいなんですけど、徐々に人が増えてきて、みんなああいう感じで結構走って、でそこら辺にサーファーが準備してるのが見えます。意外と朝が混むね。朝一番まあね、仕事前の人も来れるからね、朝は。だけど今日休みの人はやっぱ減るからさ、この今の人数より朝一がやっぱ一番混むと言っても過言ではないぐらい。そうだね、6時から8時の間が一番混むかも。うわうわ、いやチューブやばいよ。今日今チューブ入ってた。炸裂。もう一個来とるよ。え、あれやばいやばい。誰もいかん。あ、うわ、いった、落ちたうわー、炸裂中で、実は、昨日一昨日ぐらいから、このゴールドコーストあたりの波のサイズがもう大幅にアップして、今年1やね。うん、今年1っていうのが昨日あって、で昨日の朝にはここにケリー・スレーターとミック・ファニングとで、夕方にはアラナ・ブランチャードが、はい、この海にいました。すごいよ。でさっきスキンヘッドのサーファーがいて、ベッドスーツ、ケリー・スレーターまた来たかと思ったけど全然違う人でした。空が綺麗になってきました。今日はね、わからん、なんかサイズ結構あるから、思ったより。ビビっとる。いやでも昨日入ったから、でもあそこはビビるかも。あそこはもう無理でしょ、多分もっとプロみたいな人とかしか。スナッパーのさ、なんかほんまになんかもうドピークに関してはめっちゃでかくて、エキスパートも多くてね。だから私たちはね、端っこでいつも通り端っこでやろうと思ってるんですけど、はい、端っこも楽しそうだよね。でもめっちゃ流されそう。またそう、昨日同様カレントがやばそうなので、多分ポイント、そのポジションキープっていうのが多分できなさそうだから、ずっとパドルしながら、まあ、波を追いかけてやりますか。とりあえず2、3本乗りたいと思います、はい。昨日スーザンはちょっとサイズがでかすぎてあんまり乗れなかったから、そう、今日は昨日を超えるぐらいテイクオフ終わりみたいな感じだった。なんもなんかさ、意識することもできんかったし、ああやって当てこいや、あれはもうレベルが違う。すごいよ、もうワールドクラスすぎて、うん、みんなうまいもんね。空もこんな綺麗になってきましたんで、じゃあそろそろ行っていきたいと思います。はい、はい、スーザンのデカ波チャレンジの始まりです。はい、超めっちゃ空綺麗になってきた。マジでちょっと行くか。行ってきます。行ってきます。My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind, but I just don't know. Don't know if I'll dance with the lights on, if you're gonna be moving on solo. Wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Reach out to me.どうでしたか。1本しか乗れんかった。1本乗れたんや。でも乗れた。でも全然乗れたに入らんへん。しかも取れてなかったわ。あ、そう、2回ね。今日もそう、今日も結構サイズが残ってて、すごい難しい。私にはスーザン的にはちょっとサイズがでかすぎぐらいの感じで、第1ラウンドはほぼ乗れずで終わりました。ほら見て、あれやば。なんかさ、サーフィン後こういうバナナブレッド食べてるんですけど、おにぎり食べたいです確かに。いや、俺あれが食べたい。あのカップヌードルのカレー味。しかもさ、バナナブレッドより安いで。間違いない。バナナブレッドコンビニで3ドルするからね。ね、高いよね。てかね、ゴールドコースト寒いですもん。曇ってたりとかすると寒い。私ジャーフルで入りたい。ちょっと寒いからちょっとだけ昼寝して、今8時50分ぐらい、10時ぐらいに寒いからスーザンはニューウェットを着て、多分ね今日寒いからなんかジャーフルでも良さそう。ちょっとじゃあ休憩してもう1ラウンドだけやってちょっと様子見たいと思います。はい。こういう感じでベッドを設置して寝ます。快適ですか？はい最高です。おやすみなさい。おやすみなさい。ちょっと寝て休憩しました。どうですか？どうですか？意気込みはどうですか？いやー、また流されて終わるんじゃないかなって思ってます。皆さん聞いてください。こうやってスーザン乗れてるように見えて、結構こうやって弱音を吐いて弱音を吐いて弱音を吐いて、なんとかそのいいところを動画で使ってるみたいな感じで、いつもこういう弱音を僕は聞いて耐えてます耐えてるんじゃないでしょ。何が？弱音を耐えてますよ。でかいでね、とんでもない。でもね、私ね、一つ攻略したわ。何？なんかさ、飲まれる、とんでもないやつに飲まれるわけ、うん、ベーンみたいな。でその瞬間めっちゃ恐怖に陥るわけ。でもどうしようもないや、もうなるがままになるしかないから。まあね。でもいつもやっぱね、カウントしてる。1、2って飲まれた瞬間、もう身を任せて1、2、3ってカウントしてて。ああ、そうすると恐怖感が減るってこと？減る。ね、10秒息止めるなんて楽じゃね？まあね、今からでも止めれるやん、10秒なんて、うん、だから10秒を息止めるんや今からっていう感じでずっとこうやってカウントしてる。1、2、そしたら3秒ぐらいで息が吸える。はぁみたいな。まあね、確かにね。なんか飲まれてもさ、ぐちゃぐちゃになってもさ、そんな10秒ぐちゃぐちゃになることはない。まあね、5秒ぐらいで終わって息吸えてるからさ、そう思うとさ、そんな大したことない。ということはじゃあ第2ラウンドはいい感じに乗れるってことねいやでも恐怖は続く。でもなんかこういうのを続けて、別に一本も乗らんでもいいと思ってて、正直。まあね、こういう海に入ってなんかそれを感じる、パワーを感じて、ね、で次につなげる。次もも、頭、肩とかの時にもう炸裂、ジャンシャンと乗れるようにする。まあね、こう10年とかさ、十何年とか子供の頃からやってるような人が乗れてるだけで、別にその人たちと比較する必要もないしね。そうそう。しかもね、ここ、うん、あれなんか出やすい、アウト。あ、まあね。なんでやろうね。一瞬だよね。私みたいなね、3年ぐらいしかやってない人でも、しかもなんか週1サーファー3年ぐらいの人でもアウト全然出れると思う。アウト出るのはそんなに苦労しないけど、でもめっちゃ流されるね。めっちゃ流されるからアウト出やすいんだと思う。そういうこと。しかもちょうどいいことに向こうに行かせてもらえるで。だからね、結構イージーな気もする、スナッパー。あんまり分からん。でも本当に自分のね、力量を見てちょっと決めなきゃいけないんだけど、まあね、でもね、意外となんか思ってたより、あ、怖いとかって思うけど、意外といける。いける。今日とかも頭オーバーは余裕であるよ。いや、メインのところはあると思う。ああ、こっちね、うん、であっちもセットたまに頭オーバーある、うん、うーってなる。もう死んだみたいな。頭ぐらいのやつに飲まれて死んだみたいな思う。まあ1本でもいいの乗れるといいね。まあまだ風は結構いい感じで、サイズも全然朝と同じぐらいのサイズが残ってるので。残ってるね。ガンガン残ってるね。日本だったらさ、お昼ぐらいになるとピタってなることあるけどさ、こっちずっと続くしさ、流されて終わる可能性もあるんやけど、まあそれもサーフィンやしね。ちょっと今回は乗れない自分をお届けしたいと思います、はい、乗れるかな。でも1本は乗れたんだけどね、今日。1本ぐらい追い取りしたいな、じゃあ。違う、でも純也君とすぐはぐれるもん。入った瞬間どこにおるか分からん。俺ずっとあそこにおったよ、今日。全然、本当にね、めっちゃ面白いね。ここで出会う確率本当に低くなる。昨日が一番やばかった。もう俺だってキラにいたもん確かに、もう本当にね、入った瞬間マジではぐれる。まあはぐれるね。はぐれる、はぐれる。まあなるべくくっつくわ。じゃあ行きまーす。僕はこの70のフィッシュで行って、スーザンが58のショートボード28リッターで行きたいと思います。はい。なんか痛いね。なんか痛い、背中痛いし肩痛いし。大丈夫やって。行ってきたいと思います。行きます。はい。ミック・ファニンがあそこにいます。すごっ。普通にミック・ファニンがいるゴールコースがすごいです。Shout to me. dress on. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me.お疲れ様です。お疲れ様です。痛い。サーフィン後のゼロカロリーです。本日のこれはもうね、皆さんおなじみのドミノピッツァです。てかね、今日めっちゃ混んでてとんでもないことが起きました。顔面パンチされました。マジで今も痛い。知らない人に。なんかそうセットがさ、もう結構大きいセットね、バーン飲まれてみんなもうバーン飲まれて。で、セットって2、3本来るからさ。で、1本目、バーンみんな飲まれて、みんな必死にパドルするわけ。で、やっぱさ、必死すぎるからさ、まあ周りあんま見てないんだよね。まあ私もよく起きるんだけど、そしたら、急に、バーンってなんかもう、パンチされて顔。殴られた。殴られて、みたいな。むっちゃ痛いんやけどみたいな。思わず、痛ーみたいな声出ちゃって。そしたらおっちゃんが、ごめんみたいな。大丈夫みたいな言われて。何が起きたかっていうと、多分おっちゃん私が隣にいるの知らなくて、思いっきりこうやってパドルしてたんだよね。そのパドルの手が思いっきりバーン当たって、めっちゃ痛かった。で、それさ、見られててさ、他の人にも。後でさ、他の人にさ、さっきパンチされてたけど大丈夫みたいな言われたそう、笑いながらね、あ、そう、痛いとかって言いながらっていうぐらい混んでました今日、海と、あとサイズがでかすぎて、まあ、スーザン的にはちょっときついラウンドだったね。あんまり乗れてないよね。あんまり乗れなかったけどね。でもね、なんか楽しかった。そのパワーね、上手い人のライディングを目の前で見れたりとか、パワーを直で感じたりとかしてね。で、僕はなんかチューブみたいな感じ、チューブは入れなかったけど多分、でもチューブを感じた。で、結構こんぐらいサイズあるとチューブ祭りみたいになってて、前も話したけど、そこで挑戦できたからすごい。だから前日はビビってなんか飲まれた、だから今日はもう突っ込んでやろうと思って行けました。ただメイクはできてないと思うんだけど、まあでも本当にね、面白いよ。なんかこうやって波待ちしてるとチューブから出てくる人がね、目の前で見れたりする。いや、そうだよね。日本じゃ見れなかったもの、ちょっと食べましょう。食べましょう。もうね、めっちゃ疲れとって。はい、ペパロニとビーフオニオン。じゃあ先に私ビーフオニオンいってみます。俺もビーフオニオンがいいな。ペパロニはね、絶対ね、毎回頼むよね。美味しいから絶対。まあね、なんだしね、 M サイズぐらいで$7ぐらいだから、まあ600いくらだから安くない？こんな感じです。まあまあちょっと甘いね。甘いです。場所をキープするのが大変だから、毎回毎回パドルでずっと流されて、またキラの方まで行っちゃいました。入水前にミックファニング見た。ああ、見た。ちょっと遠かったけど、もうミックでした、あれは。完全に。これがペパロニです。じゃらん。どう？はい、ペパロニはほんまに美味しい。うまっね。ゴールドコーストが寒くなってきました。本当に寒くなってきた。日本はね、夏が近づいてて、日本は、私たちはまだ寒いのをね、全然経験してないのをね、10月に日本出たから、ちょっともう寒いっていうのが本当に嫌になってきた。で、今日はこんなね、爆発的に乗れたって感じじゃないんですけど、確実にちっちゃいステップアップはしてて、あんだけ混んでる中から波を探すっていうスキルも身につけなきゃいけない。同時になんか波に乗るっていうことを練習するっていうよりかは、乗れる波を見つけて、で、あの人たちの中でいいポジションにいてとか、今日のね、サーフィンはかなり難易度高めだったね。もう全然ね、落ち込んでなんかいなくて、日本だったら絶対入ってなかった海に、じゃんじゃん入れるようになったことと、あとそのドルフィン練習めっちゃなるの。めっちゃ飲まれるから。見て、ペパロニ、パンパンやで。すごい。ああ。満たされた？満たされるね。ということで、今日はすごく楽しかったのと、あとお腹いっぱいになったので、動画はこの辺で終わりにしたいと思います。はい。次回は、明日からも一応、まだサイズ、ちょっと下がるけど、まだサイズあるから、まあ、スーザンにはどんどん明日から乗ってもらって、また二人でちょっとずつ上手くなりたいね。私ね、ああいう波を見てて、私も絶対いけるって思ってるんやけど。いつか？本当にうまい。ちょっと待って、めっちゃ汗かいとるやん。暑い。やばー。脱げばええやん。いや、もういいやと思って。やばいやん。汗めっちゃついとる。で、私もね、なんか、私もいつか絶対あの波乗れるしっていうね、風に思いながらこうやって眺めてるんで、いつかね。それが大事だと思う。でも、いつか乗ってやるっていう感情は、なんか繋がると思う、成長に。だってさ、先を見据えてるわけやん。だけどもうこんなん絶対無理って思ったら、多分人は成長しないかも。もうね、だから、その気持ちで、今乗れなくてもいいやん。0.1 ミリずつ進んで、いつかそれが身になる日が来るから。そう。なんかね、面白い。最初はね、楽しいと思って続けたサーフィン、始めたサーフィンなんだけど、どんどん乗れるとね、もうちょっとこういう風に乗りたいなとか、もうちょっとこういうことしたいなとかっていうのをね、思うようになるんやけど、それはきっと2人ともスポーツ系の部活とかをやってたからやろうね、きっと。まあね、体育会系で2人ともガツガツしてる感じで、だからそれがなんか今も味わえてるのはすごいサーフィンの素晴らしさやと思う。わかる？確かに大人になってこんな部活っぽいことでできるのなかなかない。そうそう、ただ本当に今日は疲れた。ということで動画はこの辺で終わりにしたいと思います、はい、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバイ。